山岡総八は、日本の小説家、作家。歴史小説を中心に活躍。本名は、藤野正造。十四位、君二等随法省叙君。自由党元衆議院議員の山岡賢治は養子。国民民主党衆議院議員の山岡徹丸は孫。作風としては、会話劇を中心としたテンポの良さが、最大の特徴。 徳川家康連載再開の意気込みを語る山岡、総八二が多県北魚沼郡小出町の山内下に生まれる。1918年、川で泳いでいて全学部を強打、品種の重症をお命の地まで小ぶとして残る。1920年、高等小学校を中退して、上京、博文館印刷所で、文選校として働きつつ、低身省の研究所に学ぶ。 1924年より印刷、製本業をはじめ、1932年、万里閣に入社し、雑誌、ギャングを、編集、変態銀座でカメロンを連載。1933年、5歳として迎えた妻の実家である、加賀康成の藤野家に入り、以後、藤野生を名乗る。妻は、筆名、山岡道へ。長谷川神に入門、山岡総八の筆名を用いる。 1938年に、約束で、三ー毎日大衆文芸入選。長谷川真の信用会に入会。1939年初の著書、唐雪軍歌を上司。1942年より、従軍作家として、各戦線で活動。海底戦記その他で、野間文芸賞令賞を受賞。戦後、公職追放となるが、 1950年10月13日に解除。同年より北海道新聞に徳川家康を連載、後中文日本新聞、神戸新聞などに拡大。1953年より単行本の刊行が始まり、ベストセラーとなる。1958年中日文化賞。1963年信用会理事。 1966年分断長者番付1位、自衛隊友の会会長となる。1967年、徳川家康が完結し、長谷川新章受賞、昌平高短期大学名誉学長。1968年、徳川家康により、第2回、吉川栄治文学賞を受賞。1973年、四樹法賞受賞。保守系の政治家や、 文化人との付き合いも多く、1963年には、麻薬追放国土浄化連盟を、福田爪あり、市川ふさえ、田岡和夫、田中清春らと結成。1974年には、谷口正春や岡田光玉、朝比奈草原らと共に、日本を守る会を結成し、1976年、天皇在位50年の法祝実行委員長。 1978年9月30日、保持近隣パシュに急性肺炎を併発し、東京都豊島区上池袋の癌研究会総合病院で死去。改名は山岡院、釈総八新徳保持。没54位、君二頭髄法省。横山光輝が徳川栄康など山岡の歴史小説を1982年から講談社で、 次々とコミカライズしている。プロフィール山間大家県事公式サイト2万余名を追放解除日本経済新聞昭和25年10月14日一面岩井博史作家の臨終母肘点336ページ番組エピソード大河ドラマ春の坂道から NHK アーカイブス番組エピソード大河ドラマ徳川家康から NHK アーカイブス ありがとうございます。